げ肉全部実物大揚げ肉ばっかじゃないうまいめっちゃうまいで鮭が行く、今日はカッコンストア&カフェ梅田店にやってまいりました。よマイクマ選手とこう、カッコンに来たんですけども、この間のなんかあれやね、あのゲームの企画の続きということで。そうですね。だけどね、なんかここも料理もあるし、このストアもなんかすごいいっぱいグッズ置いてるみたいで、はい、すごい楽しみなんですけど、もうなんか早速こう心を躍らされるというかこれがもうこれがなかったら、だってモンスターハンター成り立てんもん。確かに。一回やってみろお前。いいっすか。一回なんか座ってやりますもんね。そう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 。これもうな、あれだ、え、あれめっちゃ難しかったよな。なんかできるもん普通に。こんにゃそうですよ。焦げ肉みたいな。しまっマジで、そのタイミング一瞬ずれたら、こんにゃそんなんやらしゃる。あるよ撮ってる方が顔はかなんだ俺やからあかんなるのということで、今日はいろいろと、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから特別スーパー超ゲスト、カプコンの土屋さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの、はい、カプコンストア&カフェ梅田にお越しいただきまして、はい、まあ、カプコンは大阪を拠点とするゲーム会社なんですけれども、はい、まあ、いろんなコンテンツがありますので、ぜひ今日はお楽しみいただいて、はい、動画をご覧の皆様にもはい、カプコンについていろいろ知ってもらえると嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、なんと言ってもですね、すごいよ、ここ。うぃ、見えてたんですよ。見えてた。はい、これ何知ってる？マイク、大剣もそうやけどさ、大剣あって、ジンオーバーがってんだけど、これあれらしいよ、全部実物大。あ、そうだから、ジンオーガのデカさもこれ。あ、そうなんやし、この大剣もこれもなんか本物の大きさそのものらしい。これを食って戦ってるらしい。こんな大きいの食ってるんですか。そうやで。どうよ、うわ、どうよ、すっごい、めっちゃリアルっすね。めっちゃリアルし、このジンオーガに向かっていける、この至近距離で。絶対無理っす。そうですね、まあいろいろこうフィギュア、こいつ好きなんですよ、マガイマガト。マジか、かっこよくないですか。かっこいいの。あ、こいつ何やったっけ名前、何じゃなかったっけな。ゴアマガラ。ゴアマガラ、これはこれで出るんですか。そちらをお買い上げいただくと、中からどれかが。何種類あるんですか。全6種類です。6種類とですね、さらにこれ、土屋さん、これちょっといいですか。梅田店限定品。はい、そうです。はい、この T シャツ、バイオハザードにアンブレラっていうね、はい、ありますね、格の会社があるんですけど、はい、そのアンブレラのスペルをもじってこの梅田店なので、梅田の当店限定の T シャツを。パッと見だってアンブレラってこうね、イエス、U がね、そうですから。僕読んだらが、梅田。梅田。かっこいいなぁ。広いっすね、やっぱりちょっとこう。広いっすね。なぁ。梅田のど真ん中やからなぁ。マイク着てみ。こっちが、だからこのアンブレラをもじって、さっこの梅田。あれ、こっちはもう本当のアンブレラ。これがほんまの、あれやんか。バイオハザードの、はい、アンブレラで、まあ、ペット手になってまして、横でも使えますし、縦でも使えるので、机をスッキリとさせたい時には重宝するかと思います。まあ、こちら梅田店で先行販売の商品になっております。はい、ここがまた梅田の限定商品というか、梅田初の商品ですよね、これは。そうですね、はい、まあ、梅田はあのショップだけじゃなくて、カフェも併設なんですけれども、はい、そのカフェのコラボ商品として、はい、この
メルゼナがあしらわれた商品が、メルゼナ梅田限定のグッズになってます。この間戦ったもんね、はい、もうこっちも、まあ、いろんなコラボ商品もありながらも、まあ、こうやってモンスターハンターの、ね、あ、僕よな、まがいまがです、あんま好きやなで、その、まあ、グッズいろいろ見てきたけど、グッズを、はい、2000円以上、はい、お買い上げの方に、はい、オリジナルポストカードですね。これがポストカード、はい、プレゼントされるということでございます。続いてカフェの方にやってまいりました。カプコンカフェはイオンレイクタウン店池袋店に続く国内3店舗目にして関西初進出の出店です。第1弾としてモンスターハンターライツサンブレイクとのコラボレーションを開催するそうです。では早速メニューの方を見てみましょう。これがメニューらしいんですけども、はい、どう、すごない、もうワクワクしました。そうやな、何これ、まず金色陶器のラージャンケーキ。これマジでラージャンに嫌な思い出しかないからさ。ケーキになるのラージャンって、確かに飲み物の系がめっちゃ気になるんですよ。すっごいよな、はい、あれスタミナ回復しそうな。でもあれですか、えキャラはモチーフにして、そうやね、そうやな、キャラおるもんな。けどなんつってもこれちゃうの、やっぱこんがり肉4種とこんがり肉2種もうこれはもう一通りあるわけや。気薬、回復薬、競争薬、活力剤、解毒薬、元気ドリンク、だってそれやもんね。生命の粉塵、赤銀龍のブラックパスタ、メルゼナスね、メルゼナやね、やったやんな、この間な、チャナス丸ごとボロネーズ、 SB ナスのナスにかけてるまあそうやろな。なんか気になったの食べようよ。俺はもう絶対的にもうお世話になりっぱなしの生命の粉塵包み、いいっすね。と、もう最後の話したように飛躍、回復ばっかじゃないですか。いやそうやね、もう疲れてます。疲れてるマイクはもう汁なし担々麺、天井のビリビリ、もう刺激求めてる。一回刺激与えて、ああで回復薬、回復薬、はい、じゃその2つっていうか4つかな、全部で、はい、お願いします。はい、お願いします。まずはい、ということで、はい、メニューが出来上がったみたいな、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お待たせいたしました、はい、こちら回復薬と、はい、薬を先にお持ちしました、はい、ありがとうございます。こちらドリンク1枚につきランダムでコースター1枚ついております。こちらに失礼させていただきます。ありがとうございます。失礼いたします。これは何が出るか、そういうことか。え、なんか忖度してない。まあ別にこれが好き嫌いじゃなくてちょっとね、やった。飲みますか。俺は飛躍、回復薬。回復薬です。うまい。めっちゃうまいで。キウイです。キウイ。炭酸は？炭酸入ってます。入ってる。炭酸入ってる。これ。これはちょっとこう説明会いいですか？回復薬、飛躍の、そうですね、はい。こちらも作中に登場する回復薬と飛躍をコンセプトに作ってまして、はい、まあ、色もね、ゲーム中のしっかりと体験させていただいております、はい、僕は少量体力が回復するっていうアイテムですので、はい、まあ、ちょっとスッキリしたい時とかに飲んでいただけると、はい、飛躍薬の作中でも体力を全回復するドリンクですので、はい、まあ、回復薬よりかはちょっとこうエネルギッシュなドリンクになってますので、よりフレッシュしたい方ですので、はい、ぜひ飛躍を頼んでいただけるといいかなと思っております。
これブルーベリーで大丈夫ですか？そうですね、こちらがブルーベリーです。ブルーベリーですよね。はい、こちらキウイとミントですね。ミント入ってますね、上に。はい、なんかちょっと爽やかな感じなの。これはちょっとね、炭酸めっちゃ強いからうまいね。炭酸強そうですね。回復するわ。全回復薬行きたいけどね。あ、続いて失礼いたします。はい、ルアホお待ちいたしました。はい、生命の粉塵包みですね。ありがとうございます。次、ライゼックスのビリビリ担々麺でございます。ありがとうございます。こちらスパイスお好みでご使用くださいませ。はい、スパイスと山椒となっております。こちらから説明させていただきます。はい、ライゼックスの担々麺となっておりまして、まあ、作中ではですね、ライゼックスが雷を操るスパイスでして、はい、攻撃を食らってしまうと雷属性やられという状態になってしまうんですね。はい、でプレイはビリビリっていう電撃を感じる感じになっているので、はい、これはですね、食べていただくと分かると思うんですけれども、結構食感というか味覚がビリビリとした感じになっております。でさらに刺激を求める方はこちらのですね、山椒とか使っていただいて、さらにこう味変しながら楽しんでいける感じになってますので、ぜひその辺もお楽しみいただければ。すっごいいい匂いするよね。めっちゃいい匂いします。この周りについてるやつはこれ何ですか？ほうれん草のソースですか？ほうれん草入れてまして、こちらものライゼックスがまとっている電撃をイメージしてますので、はい、こちらはまああのゲーム中では生命の婦人というアイテムがありまして、はい、これを使うことで、はい、プレイヤー自身と周りの味方を回復させるって効果があります。選手もおっしゃってたと思うんですけども、はい、結構ゲーム中でね、何回もお世話になるアイテムかなと、そうですよね、思うんですけれども、こちらも2種類味がありまして、1つはカレー味、1つはホワイトソース味になっておりまして、はい、まあ、作中でみんなで回復するようにですね、はい、ぜひあのお友達とかご家族とかで来ていただいて、はい、シェアして一緒に回復していただけるような、同じ味じゃないから、ね、みんなで食べながらとしていただければと思います。どうぞ、ありがとうございます。はい、つけちゃいます。うん、いただきます。はい、まずこのお肉がさっぱりしますね。お肉か、さっぱり、このひき肉みたいなんですか？はい、ひき肉が、なんかさっぱり、さっぱりお肉ですね。そうですね、なんかサクサクしてるのが入ってるんですけど、これは何でしょうか？揚げたレンコンでございます。揚げレンコン、これが美味しいっす。ありがとうございます。そんなピリピリもしすぎないですね。もし辛さが足りなければこちら、うん、追いスパイスを。うん、どうですか？美味しい。あれやな、ラーメンほんまそうやな。もっとこう来た時パスタみたいな感じかなと思ったら、うん、ラーメンやな。ラーメンっぽいっす。ラーメンの、はい、ほんまに汁なし担々麺の。あ、けどこれね、いける人は結構辛くいった方がいいかもしれない。ひき肉もやっぱうまいよね。はい、うん、うまい。レンコンゴリゴリしてます。うん、またこう違った食感になるな。あ、俺これぐらいのが好きやわ、この辛めの。うん、うまい。味変わりますね。味変わるね。あ、かわいい。ガツガツいけるね。これはちょっとほんまに楽しみやわ。どれかちょっと行こうかな。お願いします。行こうかな。いただきます。あ、うまいわ。おいしい。もうしっかりカレーよ。カレーですか？もうね、もうこれパイみたいな、まあ、ナンみたいな、うん、これ何で包んでるんですか？これはトルティーヤ。あ、そうだ、トルティーヤや。あのタコスの。あ、そうだ、なんかめちゃくちゃ合うわ。ちゃいそう。おいしい。カレーもね、あ、結構刺激強いよ。ピリ辛。うん、おいしい。食べ応えある。ちっちゃいかなと思ったよ。一口でも結構ね、噛み応えあるわ。合いますね。うん、これ腹たまるで。野菜も結構いろいろ入ってるしな。うん、もう一個これ何しか、白ホワイトクリームのキノコソース。おお、あ、キノコめっちゃ入ってますね。ありがとうございます。うん、これはほんまに量少なくないですか、シャキさん？動いてへんからな、俺。今日
まあ、いうかもう練習後来てくれて優しさっすね、うん、すごいわ、なんかこのさっきのカレーの刺激とはまた違った。いい匂い。あ、うまい。やっぱこのトルティーヤに合うようにちょっとこうトロッとしたソースになってて、ホワイトソースとキノコなんて絶対合うからな。おいしそう。うまいわ。うん、うん、これなんか燻製のチーズですね。燻製の味するよな。燻製のチーズ入ってる、これスモークチーズ。スモークチーズやっぱりキノコ合いますね。なあ、合うな。やっぱほんまカレーとは全然違うな。はい、うん、ペロッといってまうわこれ。ペロッといけますね。うん、では最後にですね、キャンペーンの紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、当店でですね、モンスターハンターサンブレイクがですね、はい、展開している間ですね、はい、フードドリンクスイーツ、はい、何でもいいので、はい、何か注文していただくとですね、はい、先着順数量限定にはなってしまうんですけども、はい、こちらのランチョンマットをですね、お一人様一つランチョンマットしております。なるほど、これが数量限定でいただけると。ね、はい。それがこの一つ。はい。あ、全部3種類あるんですけども、はい、これは、ね、オリジナルドリンク、はい、頼んだらこうもらえる、はい、ドリンクですね。来たら数量限定やけど早いもん勝ちでもらえる。はい、で最後にですね。まだあるんですか。はい。やめちゃうか。3名これ以上ですね、ご購入いただくと、はい、ポストカード1枚プレゼントしております。でこちら全19種類ございまして、中にはシークレットもあります。はい、ぜひお気に入りのモンスターとかキャラクターをゲットできるまで何回も来ていただければと思います。1500円。はい、じゃあ今回は1枚ですね、はい、プレゼントになりますので、はい、ぜひ絵柄をめくってみていただければと思います。はい、バンテン、ラーちゃん、ラーちゃん。この顔見るだけで怖いもん、俺。うわ、怖い怖い。ラーちゃん怖いわ、俺やっぱ。ラーちゃん。3000円以上でこのポストカード。普通だいたい4000以上やもんな。そうっすね。4000以上でだいたい。まあないっすね。ないよな、3000は。これがもう全部いただけると。はい。数量限定だったりキャンペーン中に限り、モンスターハンター好きとしてはね、はい、これぜひゲットしていただきたいなと思います。思います。はい、というわけで今日は、カプコンストア&カフェ梅田店に、お邪魔させてもらいました。はい、どうでした前川選手。じゃまず、はい、あちらのショップから回っていろいろあったな、うん、まあ大剣も、等身大だったし、神王が、はい、もう実物大かっこよかったですね。かっこいいよ。まあいろいろ限定商品もありながらも、はい、ワクワクする商品がたくさんあって、ちょっとほんまに時間取って見てたもんな。なんかそうですね、フィギュアみたいなこれいいなみたいな。でその次行ったカフェで、カフェ気になる商品が、いや俺も次来た時頼むのは決まってるよ。どれですか。分かれる。ラージャン、ラージャンケーキ。あの怖いラージャンがどんなケーキになるんかなっていう。俺ちょっとこんがり肉のちょっと食べてみたい。こんがり肉なあれすごいよな。あれ4種あるんで、4種ある。でもジュースももちろん美味しかったし、飛薬、そうっす、回復薬、これちょっと食べてよかったな。もうちょっと飲みたかったですね。お前もう、うますぎて一気飲みよ。めっちゃやりたくていいだもん、ほんま。また一緒やりましょう。一緒にやろうか、はい、もう。いや、ほんまにいろいろこう楽しませてもらって、はい、どうですか、土屋さん。大丈夫ですか、こう紹介的には。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ紹介いただいたんですけれども、はい、二人の楽しい様子が皆さんに伝わったと思いますので、本日ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。また来ます、絶対に。というわけで、皆さんぜひ梅田に来た際はカプコンストア&カフェ梅田店へお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
A Sustainable Future Yanmar